皆様ごきげんよう、ヒロモンです。この動画では 2.5 周年公開生放送のラスバレ放送局の情報をまとめつつ、最近のラスバレについて語っていきたいと思います。今回のゲストは愛沢和葉役の藤井彩香さん、佐々木蘭役の夏目亜美さん、一つ柳リリ役の赤尾ひかるさん、楓ジョアン・ヌーベル役の伊沢美香子さん、本かな子役の前田香織さん、横田春奈役の船戸ゆりえさんでした。舞台役者の中で好きなのは中村ゆかりさんと石井春奈さんですけど、 CV 担当の中で一番好きなのは前田香織さんになりますので、前田さんが出演されるようなイベントは極力行きたいところではあったんですけど、今回いろいろな事情が絡みまして申し込みすらしていなかった形ですので、次回何かしらの前田さんの出演されるイベントが開催される際には行きたいかなっていうふうにも思っております。そして今回 2.5 周年はジュエル配布が結構多かったんじゃないかなっていうふうに思います。まず放送局終了後に1500ジュエル、ペンダントメダル500も本当にありがとうございます。そしてログインボーナスの4500ジュエル、これどうせあれでしょ、よくわからないジュエルだけ刻んでいくログボですよねきっと。そしてツイッター連動キャンペーンの1500、これは確約ではないんですけど、きっとみんなジュエルのためなら頑張ってくれることでしょう。そうしますと合計で7500ジュエルにもなりますので、55年回すことができるっていうね、これはかなり嬉しいジュエル配布となったかなっていうふうに思います。今回もいつもながらびっくりするような発表は番組内ではされなかったんですけど、まだまだ今回は第1弾で、2周年同様第3弾まで続いてめちゃめちゃいろんな報酬やイベントが開催していくと思いますので、ぜひ一緒に楽しんでいきましょう。またこのチャンネルではラスバレ攻略動画、リーグ配信だけでなく舞台や原作などのアサルトリリープロジェクト全体を盛り上げるために動画を制作しております。このチャンネルが育てば育つほど面白い企画を実施していけるようになります。実際にかなり先のビジョンまで描いておりますので、まだご登録がお済みでない方はこの機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。詳しくはこちらの動画をご覧いただければ、僕はどこまで見据えているかわかると思いますので、ぜひ一度ご覧になってみてください。ということでまずは新規イベント情報から見ていきましょう。はい、ということでイベント情報について語っていきます。まずは今回の水着は、もともと姫香と春菜は情報が出ていて知っていたので、これはスルー案件かなっていうふうに思っていました。ただマジですか、ここへ来てのリーフェン、久しく登場していなかったところからここで持ってくるとは思っていなかったんですけど、見た目だけで言ったらリーフェンはトップクラスのビジュアルを誇りますので、これは引きたいと思った方も多いのではないでしょうか。さらにこれもヤバってなったんですけど、こちらスズメですか、これ見た時の最初の反応なんですけど、やば、鼻血出そうでしたからね。これダメでしょ、健全な日本男児には刺激強すぎるって。特に推しとまではいかない僕ですら鼻血出そうになってるんで、スズメ推しの方はもう鼻血出ちゃってますよね。ご愁傷様です。そしてアール部からもアラヤが水着実装されてくれるっていうことで、あと2段3段とありますから、これはアール部のメンバーが全員水着実装されたりするんじゃないですかね。くすみや位置が水着実装されたらこれは引くしかないですね。そしてイベントのメモリアですが、今回は風属性メモリアとなっております。全部衣装がついているだけでなく、やはりレジェンダリーメモリアが追加されますね。これは前回の2周年の時と同じ流れになっております。同じ流れっていうことは、皆様あれが来る予感がしませんか、アルティメットメモリア。今回の水着で R 部が全員出ると言いましたけど、もし R 部の水着実装がなかったとしたらおそらく来ると思いますね。逆に R 部で水着が全て実装された暁にはさすがにアルティメットはないかと思いますので、そこが一つの判断材料になると思っております。性能的には今回水属性ではないので特殊の方はスルーしやすいですけど、レジェンダリーの特殊はレジバト用に取っておきたいですね。今は炎属性ばっかですけど、いずれは風属性でレジバトもやらないといけなくなると思いますからね。そしてそれだけじゃなく、なんと今回のレジェンダリーメモリアには新スキルレストアなるものが実装となっております。レストアはレギオンマッチ専用のスキルで、こちらが劣勢の時にメモリア効果が 50% 上乗せされてくれるという、またなんとも悪さしてくれそうなスキルとなっております。現状ですと、あえて不利にしておくっていう戦法まではわざわざ取る必要がないとは思っていますので、格上のレギオン様を少し倒しやすくなった程度に今は思っておくといいんじゃないでしょうかね。そしてさらにこのガチャは普段 3% のところを排出量2倍の 6% となっていますので、大量のメモリア、そしてメモリアメドルをゲットできるチャンスですので、回せる方はぜひ回していきましょう。以上がイベント情報でした。ここからは各種最新情報を見ていきましょう。はい、それでは各種最新情報を見ていきます。
まずはアップデート情報からですね。7月19日水曜日のメンテ後よりマルチユニット編成とレギオン用ヒュージ用編成と分けて管理することができるようになります。確かにこれまで少し見にくい部分もありましたから、これは細かいですけどいいアップデートだと思います。サポ枠もまた増えるっていうことで、中年の度に増えたらここは一生追いつくことはなさそうですね。今一番解放してる人ってどのぐらいまで解放してるんだろう。素材に限りありますから、これは上位とか中堅層とか関係ないですから、もし一番解放しているっていう自信のある方はコメントで教えていただけますと幸いです。そしてレギオンレベルが125に、プレイヤーレベルが170に引き上げとなりました。これはスキチケ枚数的になかなかすぐ170は難しいかと思いますので、コツコツ上げていきましょう。続いてはこちら、スペシャルログインボーナスとしまして、楓の記念衣装が入手できるだけでなく、ジュエルやペンダントメダルももらえますので、かなり美味しいですよね。このジュエルっていうのは4500とは別なんですかね。それともさっきの4500ジュエルのことを言ってるんでしょうか。これが前者だったら激アツですけど、どうなのでしょうか。配布衣装はこれだけではありません。特別ミッション報酬としてリリの衣装がゲットできてしまうだけでなく、衣装交換引き換え券も配ってくれますので、なかなかな太っ腹ぶりですよね。こちらのコスパ最強の160円パックと合わせればかなりの量衣装ゲットできるかと思います。160円パックを購入される際は1つ引き換え券が増えますので、ブラウザ版から購入するようにしましょう。また他にもパック情報がございます。ユージアの衣装パックとジュエル増量パックですね。こちらはどちらもブラウザ版の方がお得になっておりますので、同じくブラウザ版からの購入推奨となっております。また優勝衣装は普段ゲットできる衣装よりもステータスの上がり幅が大きい傾向にありますので、一つの判断材料にしてみてください。続いてはこちら、また来てくれましたね、ザクザクフェス10回限定11連ガチャです。こちらはコスト18以上で全て星5が当たるっていう、なかなかにヤバヤバなガチャになっていますから、まだ貫突していないメモリを多く所持している方なんかは必須で、特に初心者の方は戦力を大幅に伸ばすチャンスですので、イベントガチャかザクザクフェスかのどちらかしか引けない場合はザクフェスの方を優先させていきましょう。400枚で好きなメモリアと交換できますので、最低でも44連、できれば88連までは回していきたいですね。110連までは回さなくていいかと思います。そしてこちらも熱いですね、星5確定1回ガチャ。こちらは毎日星5メモリアが1枚ずつ必ず当たっていきますので、さらに無料になっていますから、ありがたく受け取っていきましょう。またこちらのガチャをすでに引いている方も多いかと思いますが、1回限定で11連星5が1枚確定して、さらに排出量 5% でコスト20以上っていうね、複数星5が当たる可能性もありますから、余裕のある方はこちらも11連回していきましょう。以上が各種最新情報でした。ということで最後はキャンペーンコンテンツアサルトリリープロジェクト情報を見て終わりたいと思います。はい、それではその他の情報を見ていきましょう。まずはキャンペーン情報からですね。新入生復学応援キャンペーンとしまして、これまでご紹介した報酬とは別にジュエルやチケットなどの様々な報酬がもらえますので、ぜひ周りの友人に新規の方や以前やられていた方おられましたらお声掛けしていきましょう。紹介した方もされた方にも報酬がありますので、活用できる方は活用してみてください。そして豪華商品プレゼントキャンペーンとしまして、ジュエルやクオカード、リアル景品などが当たる可能性がございます。と言いましても僕は当たった試しがないですけどね。視聴者の方の中に当たったって方が複数名いらっしゃいましたので、羨ましい限りでございます。続いてはコンテンツ情報ですが、また来ますね、共闘バトル。共闘バトルはフレンドの方と共闘して結構盛り上がるので好きなんですけど、ボックスガチャで報酬も美味しいですしね。ただ周年の時の共闘バトルは第1弾から第3弾までありますので長い。おそらく1ヶ月くらいは共闘バトル続きますので、無理せずできる範囲でボックスチケットを集めていきましょう。さらに新コンテンツも近日追加予定ということで、これは口頭でちらっと言っていましたが、ギガント級のマルチバトルになるかと思いますから、レギュメント協力して最高報酬を目指していきましょう。またレギオンリーグのスケジュールも発表されましたね。次回のレギオンリーグはダリエ杯の予選としまして、第1回が8月8日から13日、第2回が9月5日から10日までとなっておりまして、本戦のダリエ杯は9月19日から始まっていくような流れになっておりますので、自身のレギオンで出せる最高の結果を共に目指していきましょう。今のレギオンでどこまで目指せるか僕もすごく楽しみです。さらに今回のリーグの報酬もアップデートされたみたいです。レギマ系はジュエル報酬以外はあまり美味しくなかったですから、こういうアップデートはかなり嬉しいですよね。
また前回バラ杯を優勝されたナインポスター様、準優勝されたルンペル様、リーグお疲れ様でした。そしておめでとうございます。配信の許可までいただけて深く感謝しております。公演目線での決勝戦の模様もアップされているそうなので、ご興味のある方は覗いてみてください。僕も決勝戦ライブをアーカイブ残していますので、まだご覧になられていない方はぜひご覧になっていただけますと幸いです。最後はプロジェクト情報ですね。まずは今回 2.5 周年に際してテーマ楽曲の実装となります。こちらは近日中にゲーム内でフルバージョンが聴けるかと思いますし、歌詞も楽曲もめっちゃ良かったので、またしばらくオープニングで使わせていただきたいと思っております。また最近透明ダイアリーのコンサートでも発表あったそうなのですが、来年2月24日25日の土日でラスバルライブが開催されます。今回いろいろ重なってコンサートは断念してしまったので、こちらのライブは絶対行きたいかなというふうに思います。おそらくですけど、ヘルボルやクエレブレ、グランエブレも参加するライブになってくるような気がしておりますので、続報を楽しみにしていきましょう。そして 2.5 周年の記念グッズが8月11日より受注販売されますので、ご興味のある方はぜひ購入して推しをめでていきましょう。 LINE スタンプの販売も明日から開始されますので、こちらも合わせてご検討してみてください。そしてコラボカフェの開催も決定しました。10月5日から10月29日までとかなり長い期間やってくれますので、東京住まいの方はもちろん地方の方も何かしらのイベントと重なれば足を運びやすいかと思いますので、こちらも堪能していきましょう。最後です。またまた丸井さんとコラボしまして、ポップアップストアで展示やグッズ販売がされます。こちらは8月11日から21日までとなっておりまして、武道場の舞台と日程かぶせてくれているのがかなりありがたいですね。地方から舞台見に行かれる方は丸井ポップアップストアの方も覗いていきましょう。という感じで情報を見てきましたが、やはり周年だけあっていつもよりボリュームが多くなりましたね。これからまだまだラスバレ盛り上がっていくかと思いますので、ぜひ一緒にラスバレを楽しみ尽くしましょう。 2.5 周年きっかけで始めようと思っている方もね、近日中にリセマル動画あげますから参考にしていただけますと幸いです。ということで今回の動画は以上になります。また次回の動画や配信でお会いしましょう。それでは皆様ごきげんよう。